皆さんこんにちは、ジャジャミです。最近アモングアスが流行ってたりするので、大人数のコラボ配信よく見かけますよね。そんな時に配信画面で誰が話してるのか分かるように VTuber さんの立ち絵が光ってたり動いてたりしますよね。今日はそれのやり方についてなるべく分かりやすく説明しようと思います。正直ちょっとだけ難しいので頑張ってついてきてくださいね。まず使用するツールを紹介します。 Discord と OBS。Discord は ID を教え合っている友達同士で通話やチャットのやり取りができるアプリです。 VTuber さんがコラボするときはこのアプリを使っている人がほとんどだと思うので知ってる方も多いのではないでしょうか。 OBS はパソコンの画面を YouTube 配信に載せるためのソフトです。 YouTube で VTuber 活動をしている人には必須だと思うのでこちらの説明も不要かと思います。最初にまず Discord でサーバーを作ります。このサーバーはコラボ配信するときに通話で使うためのサーバーです。わかりやすくするためにサーバー名をコラボテストにしておきます。テキストチャンネルとボイスチャンネルの名前を書いておきます。歯車マークをクリック、チャンネル名を好きなものに変更します。わかりやすくするために立ち絵置き場とトークにしたいと思います。立ち絵置き場のところに表示させたい立ち絵をアップしておきます。背景は透明にしておいてください。次に Discord Storm Kit Overlay というサイトに行きます。URL のリンクは概要欄に貼っておきます。サイトに行ったらインストール for OBS をクリックします。そうすると次のような画面になります。ボイスウィジェットをクリックします。サーバーから先ほど作ったコラボテストサーバーを選びます。ボイスチャンネルのところをトークに設定します。 OBS を開きます。シーンの左下のプラスボタンからシーンの追加、シーンの名前を入力します。ソースの左下のプラスボタンからブラウザを選択します。名前はジャジャミにしておきます。新規作成とソースを表示にチェックが入っていることを確認して OK をします。そうするとこのような画面が表示されます。先ほどの Discord Storm Kit Overlay のサイトに戻ってこちらの部分の URL をコピーします。 OBS に戻ってで URL 部分に今コピーしたものを貼り付けます。 OK を押します。そうすると真っ黒になります。まあ慌てないでください。次に Discord で立ち絵を光らせたい人の ID を取得します。 ID を取得したい人のアイコンを右クリックして ID をコピーをクリックします。この時 ID をコピーという項目が表示されなかった人は左下の歯車マークからユーザー設定を開きます。アプリの設定の下にあるテーマをクリック、下の方にある開発者モードをオンにします。そうすると ID をコピーすることができるようになると思います。そして今回はこちらの満天堂本店さんというサイトのツールを使わせていただきます。サイトの URL は概要欄に載せておきます。こちらのサイトの Discord ユーザー ID のところに先ほどコピーした ID を貼り付けます。 Discord の立ち絵置き場に行き、使いたい立ち絵を右クリック、リンクをコピーします。サイトに戻り画像 URL にリンクを貼ります。明度変更のところにチェックが入っているのを確認します。ネームタグ表示設定のところの非表示にチェックを入れます。黄色の生成ボタンを押します。下に出てきたコードをすべてコピーします。 OBS に戻ります。シーンのジャジャミをダブルクリック、カスタム CSS と書いてあるところをすべて選択して消して今コピーしたものを貼り付けます。 OK を押します。そうするとなんと真っ暗です。安心してください。 Discord に行きコラボテストサーバーのトークのボイスチャンネルに入ってみてください。 OBS に戻ると画像が表示されているはずです。画像が大きすぎて消えてしまっていますね。ソースのジャジャミをダブルクリック、幅と高さを画像が出るようにうまく調整してみてください。うまく表示されました。そうしたら大きさや表示範囲などの調整をしてください。マイクに向かって喋るとこのように画像が光ります。Discord って喋ると喋った人のアイコンが緑に光ると思うんですけど、それと同じタイミングで光ってくれます。ちなみにサイトに戻って跳ねるにチェックを入れて生成すると光る瞬間に画像が少し跳ねます。このような感じでぴょんぴょん、ちょっと上に跳ねてますよね。可愛いですよね。喋ってない時の立ち絵が少し暗すぎると感じる場合はこちらのパーセンテージを調整するといいと思います。
これで設定は完了です。ユーザーの ID と立ち絵のリンクを変えて作ればコラボする人数分の光る立ち絵が用意できると思います。この方法の注意する点は、立ち絵を光らせたい相手が通話に参加していないと立ち絵が表示されないことです。私はコラボ前に確認するときは、ユーザー ID はすべて自分のものにして、立ち絵のリンクをそれぞれ設定し、コラボ前に全員が集まるときにユーザー ID を設定し直したりしてます。はい、ということでコラボ配信のときに喋っている人の立ち絵を光らせる方法でした。もしわからないことがあればコメント欄や Twitter の DM などで聞いていただければと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。おつじゃみでした。チャオー。